じゃあ葉一さんが入場されます。大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。皆さんはじめまして、おはようございます。朝早く1限目からありがとうございます。今ただいまご紹介いただきました、YouTube チャンネル「とある男が授業をしてみた」をやっている葉一と申します。いやなかなか私大学でお仕事することがかなりレアでして、というのも大学生向けの、ね、コンテンツ撮ってないですからね。なのですごい不思議な感じです。ちなみにおとといはですね、富山県の中学生520人ぐらいの前で喋ってきたんですけど、中高生の前で喋る方多いんですけど、なんかこのなんだろう、まっすぐな目線どうしよう、ちょっと緊張するんですけど、でも今日はこういったね素敵な機会をいただきましたので、一応今日1限で伸びちゃうとみんなの2限に関わっちゃうから話しすぎちゃいけないので時間きっちり守んなきゃいけないんですが、まず最初に20分ぐらいお時間いただいて、教育の魅力を語ってくれってお話いただいたんですけど、タイトル「教育の魅力」でハテナついてるんですけどね、このタイトルでちょっとスライドを使って話をしていきます。ですけど私は今日ここで一人で話すこの時間は前座だと思ってきています。というのはその後学生さんと提談をさせてもらったりとか、皆さんからの質疑応答に答える場面があるんですけれども、そこが一番メインだと思います。私が教育の魅力こうなんだよってもちろん喋っていくんですけど、それを受け取ってもらうのがメインではなくて、皆さんがそれを受け取ってもらった上でこうなんじゃないかなとか、今思ってる皆さんの中の魅力がちょっと由来で違う視点がこう得られる、それが一番の今日この時間の意義だと思っていますので、ちょっと自己紹介とかも含みながら話しますから、肩の力を抜いていただいて聞いてもらい、その後の提談から「よし聞くぞ!」みたいな。テンションで聞いてもらえればいいかと思いますので、そんなねこうテンションで朝ねテンションあれですけど聞いてもらえたらと思います。で、タイトル「教育の魅力」でクエスチョンマークをつけてきました。おそらく皆さん教職課程の方たちなので、一人一人が教育の魅力ってこうなんじゃないかなっていうのは明確な答えではなくても、ある程度は持っていらっしゃるんではないかなと思います。例えば中高時代、小中高時代に素敵な先生に出会った方がいて、その人に憧れて教職を目指した方、きっとその人がモデルケースになっていて、そういうふうになりたいなと思っている方もいらっしゃるでしょうし、逆に嫌な先生に出会ったことによってああはなりたくないと、俺は教育を変えてやるんだぐらいな気持ちでいる方もいるかもしれません。で、私もちょっとねこう自分の歴史をしゃべりながらそこを伝えていくんですが、ちょっとだけ自己紹介をさせてください。1985年の3月11日生まれで、今38歳でございます。で、先ほどねおっしゃっていただきましたが、学芸大を出た後に皆さんもね教師になろうって思ってる方多いと思います。私も学芸の時クラス31人いたんですけど、多分27人ぐらいが共済を受けました、実際に。ってぐらいに本当に教員になる方がたくさんいる大学です。ですけど、受けませんでした。共済は普通にリクナビに登録して一般企業に就活をして、めちゃめちゃ落ちました。多分25社ぐらい受けて1社だけ内定もらったんですけど、でもたまたまその一番行きたかった内定もらいたかった会社に入ることができて、で営業職、一般家庭のピンポンする仕事ですねをした後に塾講師に転職をして、で2012年に独立して、で YouTube チャンネル作って今に至ると。でプライベートでは2人息子がいるパパでもあります。でもしかしたら皆さんの中で動画を見てくれたことがある方もいるかと思うんですけど、ちょっとこんな動画撮ってますよっていうサムネイルだけ2枚か紹介させてください。一番メインコンテンツは授業です、間違いなく。でうちのチャンネル生放送のアーカイブもふやふやと含めると4500本ぐらいあります、動画が。さすがに12年目なんてことですね。で左上が一番メインで授業、あれ多分中2の数学なんですけど、とか右下は高校受験を控えている中3生向けの、あれ死守シリーズっていって、基礎問題を固めたやつを、実際に出た受験問題を固めて、解説している動画だったりとか、あともう一個メインコンテンツとして子どもたちの悩み相談に答える動画も撮っています。例えばやる気が出ない、もうね王道の質問ですね、子どもたちから来る。それに対して私がこうやる気が出ない時はこういうふうに考えるといいよみたいなヒントを詰め込んだ動画を撮ったりとか、勉強法ですね、右上定期テストで80点を取る勉強法なんていう各科目に関する勉強法を紹介したりする動画もあるんですが、これだけではなくて、例えばコラボ動画ですね、はじめ社長さん、はじめさんとコラボさせてもらったりとか、右は松丸くんですね、松丸くんと対談させてもらったりとか、ラジオをしゃべるだけのコンテンツを撮ったりとか、右下はですね、あれちょっとあのサムネイルだけでこの会場であの動画見た気がするなって思う方います？あ、すげえ嬉しい、ありがとうございますありがとうございます、すいません。これですね、2年前に曲を作りまして、私曲を作ったといっても私は作詞だけしか担当してないんですが、ちょっと著名な方に作曲をしていただいて PV も作って、人生で一番お金を使ったのは、自分の家を買ったことなんですけども、2番目にお金を使ったのがこの動画を作ったそれぐらい本気で作ったもので、卒業ソングを作りました。でこれはですね、後でちょっと話をしますけど、私中学時代にいじめを受けてまして、本当に生きる意味が分からなかった時代がちょっと長かったんですね。でその時に私は音楽に救われた人間でした。その時に別にそれがみんな音楽で救われるとは思ってないんですけど、やっぱり音楽の力ってすごいと思っていて、で子どもたち、特に今は多少ちょっと落ち着きましたけど、やっぱりコロナで楽しいイベントがなくなった時を多分過ごした方たちもいると思います。でその悲痛な悩みが本当に毎日のように届いてた時代だったんです、あの時 YouTube の活動をしている時に。なのであの子たちのそのイベントがなくなった中学時代、高校時代、それを良かったと思わせることなんて絶対できない。でも曲を作ることによって、そこに歌詞に思いを込めることによって、何か違う視点を与えるきっかけになるんじゃないかなと思って作った曲「この場所から」っていうタイトルの曲なんですが、もしね、手前味噌ですけどマジでいい曲なんでよかったら聴いてみてください。そんなことをやってきてます。でですね、今日は私がそのね魅力をちょっといく前に、なんでこうやって教育っていう場でずっと活動してるかっていうちょっとエピソードを3つ紹介させてください。まず1個目、教師嫌いが教師を目指すと。私もともと中学の時、教師はみんな敵だと思ってました。でそれは理由があって、さっき言ったみたいに中学の時私いじめを受けてた時代があります。中2、中3ね。でその時にこう陰口とかがすごくひどかった時なので、人間関係もだいぶ苦戦してたんですけど、ある体育の先生がですね、私結構ぽっちゃりしてたんですよ、中学の時に。でその私の体型をいじってクラスで笑いを取る先生がいたんですね。でそんなに回数多くないんですよ、実は。多分覚えてるだけも 3,4 回しかなかったんですけど、結構クリティカルな経験で、私にしてみたらそれをされた時に、あ、消えた消えている、消えてますけど喋ります、はいちょっと多分きっと誰かがすいません、どこの話だ、そう、クリティカルな経験があったっていうとこなんですけど、ああそっかって、大人ってこうやって人の悪口とかですみません、お願いします、悪口とかで笑いを取って自分の地位を守ろうとするんだなみたいなことを思ってから、もうダメですね。たった一人の先生だったんですよ、たった一人。でもなんかそれが一般化しちゃって、ああ教師、もっと言うと大人はみんなこういうやつらなんだなって思ってしまったんです。でもここに立ってるじゃないですか、皆さんの前で偉そうに喋ってるでしょ。なんで教育の道に来たかっていうと、それがこちら、高校の時の恩師の先生です。おそらくなんか授業で私の YouTube オリジナルのを見ていただいた方もいらっしゃるらしいんで、そこにもね登場していただいたんですけど、高校の時の恩師の松崎先生という方です。この方がいなかったら私は絶対に教育なんかやってないですと心から言い切れます。というぐらいに私の価値観を180度変えてくださった方がこの方。何があったかっていうのはちょっと詳細話すとね時間なくなっちゃうんで割愛するんですが、この方に出会って教師がみんな素晴らしいとは思ってないです。今でもいろんな方いらっしゃいますからね。でも自分が全員悪だと、敵だと思ってた中に、みんなそうじゃないんだなって思わせてくれた方がこの方だった。でそれから、教師を目指そうと思って、学芸に、行ったという形です。でじゃあそこから順調に教師になるのかと思いきや、エピソード2が「屋上の少女たち」ということで、皆さんも多分教育実習に行かれたり行かれる方がいらっしゃると思うんですが、私も大学時代3回行きました、実習に。付属の小学校、付属の中学校と公立の小学校の3回なんですが、付属中に行った時にですね、なんか付属なんでめっちゃたくさんの大学生で行くんですよ。多分30人ぐらいが一緒の時に行ったんですね、その時は。で屋上にたまたまちょっと見かける時に女の子が3人いたんですよ、授業中なのに。あれと思って、で私こんな風に喋ってますけどめちゃくちゃ人見知りなんですね、今でも。だからその子たちに話しかけるなんて絶対できないタイプなんですけど、なんか気になっちゃって話しかけちゃったんですよ。そしたら保健室登校してという子たちだったんです。でしかもそのうちの一人の子が「最近退院したんだよね」みたいなこと言ってて「ああそう病気だったんか」みたいなの言ってたら「うんうん」って「睡眠薬たくさん飲みすぎちゃって」みたいな、つまり自殺未遂をしようとして、命を取り留めて退院した子だったんですね。で私もいじめ時代の時から生きる意味が分からなくなってた時代が長かったので、その時に俺の実習はこの子たちと話すために来たんじゃないかなって思っちゃって、でもちろん自分の授業担当はちゃんとやりましたよ、やったんですけど、そのねたくさんの生徒で行くので他の実習生の授業とかを見学する必要があったんですよ。サボりました。はい、もう時効ですこれは多分今バレたら怒られるんでしょうけど、バレないようにサボれるとこだけサボってずっと屋上でこの子たちと喋ってたんですよ。でそこにはちょっといろんなエピソードがあるんですけど、その時にたった2週間ですこの実習は。でも最後にこの子たちからもうちゃんと生きていこうと思ったからありがとうみたいなことを言ってもらったんですよ。でその時に私多分それまでも人のために何かしたことはきっとあったんでしょうけど、あ俺って人の役に立てるんだって強く思わせてもらったのがここだったんですね。でその時にそこまでまだ大学3年かまで死にたいって思うことがたくさんありました。そういう精神状態だったんですけど、今でもねこう不安定なんでそう思う時がないと言ったら嘘ですけど、でも自分は人のために何かをするっていうことができるんだと思わせてもらったので、じゃあ自分が教育をやりたい、子どもたちが好きだ、その思いで教育に携わっていこう、そして子どもたちに恩返しをしていこうと決めたのがこの瞬間です。私が教育とは何ですかと言われたら恩返しと言います。私はそれは今はねもちろんこの子たちはもう成人してるし、その自殺未遂をしようとした子は今もうママにもなってるし、実はさっきこの場所からって紹介しましたよね、そのボーカルはこの子なんです。実はずっとつながっていて音楽の仕事をしているのでこの子はが歌ってくれています。で、そういうことがあって今でも恩返し、今はもちろん YouTube を見てくれてる子どもたちにですけど恩返しをしていこうと思って教育に携わっています。で、その後ですね、その後、就活をして一般企業で修行をしようと思って出ていきました。で修行しようと思って出ていって、そのさっき言った、一般家庭の営業をやって、個別指導の塾講師やって YouTube に授業動画をすると、そんな流れで生きていた人間です。で最後のエピソードが、YouTube を始めてからの話ですけど、お母様からのメールですね。YouTube で活動してれば当然アンチはつきまといます。それはみんなに好かれるなんて絶対できない。でもそれは別にネット上だけでもじゃないですよね。一般で普通に生きてたとしても100人いて100人に好かれれば私は無理だと思ってる人間です。でもちろん知名度が上がっていけば上がっていくほどいろんなことを言われることは増えることはあるんですけど、実は一番叩かれたの1年目なんですよ。私2012年の6月にスタートしたんですよ。だから2012年7ヶ月稼働したんですよ。7ヶ月間で多分200本300本動画撮ってるんですよ。でも登録者800人しか増えなかったんですよ。で全然見てる人いないんですよ。なのに一番叩かれたんですこの時。本当ね撮っときゃよかったと思うんですけど、めちゃくちゃ長文メールをコピペして毎日送ってくるみたいな、誹謗中傷しか書いてないんですよとかがある、そんな時代でした。だから自分がやってきたことはやっぱ間違ってんのかなとさすがに思いました。この時代おかしいのかな、自己満足なのかなって、一番偽善者って言われてたから偽善者なのかなって思ってましたけど、でも何年か経った時にあるお母様から3月にメールをいただいて、ざっくり言うと娘さんが不登校だったんです。中2で不登校になって、でも保健室登校動画を見てくれてて保健室で中間期末だけ受けてる子だったんですね。そしたらその中間期末で全部80点以上取ってこれるようになった子だったんです。でそれが自信になって授業に行ってみたら授業も分かるわけですよ。で先生に刺された時も答えられる、周りからしたらすげえってなるじゃないですか、学校来てないのに。ででなんかそれでクラスの中のイメージが変わってその子に対する。でその子は卒業まで通えたっていうお礼をいただいたメールがあったんです。結構な長文で。私もともとめっちゃ泣き虫なんですね。よく泣きます。嬉し泣き、感動して泣くとか涙もろいんで泣くんですけど、この12年の活動で一番泣いたのがこの日です。これは間違いなく言い切れる。一番泣きました。なんかその娘さんの人生に関われたんだって思ったのももちろん嬉しかったことなんですけど、お母様からやっぱりメールをいただいたっていうところで、ご家庭に何かプラスのことができたのかなって、お母様の人生もちょっとだけ生意気ですけど支えることができたのかなって、あ、自分の活動はいろいろ言われるけども間違ってないっていう面もあるんだろうなと思わせてもらったのがはい、そういうねエピソードがありましたと。じゃあ、ここからあと7分ぐらいかなで魅力をちょっと話していくんですけども、すいません先生、今ね一応ね魅力…ってスライドが出てるんですけど、心の目で見てもらっていいですか。すいません、今魅力…クエスチョンマーク出てます。でそこでちょっとね私が思う魅力、すいません、魅力を話すんですが、でもね今日ねごめん先に謝ったけばよかった。私がしゃべる今の魅力普通じゃねってことです。多分皆さんが今日時間がないんでできないですけど、魅力をちょっと伝えてください、書き出してくださいって言った時に半分以上ぐらいの方々は同じことを書くんじゃないかと思います。それは子どもたちの人生に関われることだと思います。もう一番だと思います。そこがもちろんそれだけじゃないですよ。いろんな魅力があっていいんですけど、そんな当たり前のことをって思うと思うんで、ちょっとだけかっこいい表現に変えてきました。それが誰かの絵の具になれることっていうね。分かってますよ、このポカーンとした空気で。分かってる、大丈夫これはですね、私の考え方がちょっと根底にあって、私は人生をかけてみんながだよ、みんな自身が1枚のキャンバスに絵を描いていくものだっていうのが思ってます、人生っていうのは。でも人は生まれた瞬間に一色しか持ってない。あなたの色、あなたの色、あなたの色っていうその個性、個人による色が決まってると思ってて、でその中で人と出会い、いろんな考え方に触れていくことで相手の色を渡してもらって、絵が鮮やかになっていくっていうイメージなんです。だからでもさ、俺が今こうやっていろいろ喋ってるじゃないですか。だから一種私の絵の具の色を皆さんに渡したいと思って今話してるんですけど、もちろんそれを受け取る方、受け取らない方はいると思うし、私も人生たくさん生きてきてるのでいろんな色が混ざってるわけですよ。いろんな方の影響を受けてるからね。だから受け取る色も多分違うんですよ、みんなにとって。でもそうやって自分の人生を鮮やかにしていくものだと思ってて、それがやっぱり教育って子どもたちに対してするものじゃないですか、基本的にね。子どもたちってそのね反抗してる子とかもいるんですよ。塾やってる時にもうねタバコ見つかってね一緒にお母さんと謝りに行ったこともあるんですよ。でもねピュアなんですよ、本当にまっすぐ、子どもたちって。だから自分がこう渡したい色を、もちろん全員じゃないし、その色じゃねえんだよってこともある。でも受け取ってくれるんですよ。でそれの自分の色、自分の考え方を受け取ってもらえるっていうのは、自分がある種生きてきたその過程を肯定してもらえる瞬間だと思うんですよ、俺の中では。だから教育に携わってる時に子どもたちのために何かをしようとはもちろん思ってます。でもその上下関係じゃないけど、先生の方が偉いとか絶対そんなことはない。子どもたちと接していく中で子どもたちからもらうものってたくさんあるからね。それは子どもたちの色をきっとこっちがもらってる瞬間だと思うんですけど、でもやっぱり子どもたちの人生に大きく関わっていけるっていうのは、自分はやっぱり何よりもかけがえのない瞬間だし、だからこそ難しいんだと思うんですけど、そこが。っていうのが一番の魅力なんじゃないかなって思っています。それが今は YouTube っていう場所を通して皆さんの顔が見えないところで何ができるかの挑戦を一応こう12年やってきてて、今さっきね動画紹介しましたけど、私ボイシーってアプリ、皆さん知ってます？ラジオアプリあるんですけど、そこにもチャンネル持ってて、毎日朝6時に子どもたちから Google フォームに寄せてもらった相談に答えるっていう活動をしてます。それは匿名なのでかなり重たいです。多分皆さんが思ってる以上に10件に1回は死にたいです。基本的に死にたいと思ってますとか、あと親から DV を受けてますとか、いろんな相談があるんですけど、そういうのを答えながらある種自分の絵の具を渡していけるっていうのもやっぱり魅力なのかなとは思っています。で、まあ、魅力はね、あとはみんな提談したりとかでそこで喋れたらいいなと思ってるので、ちょっと教育に携わるののこだわりを少しだけ喋って終わりたいと思います。で、2つあって、1個が欲張り方を間違えないことだと思ってます。なんか教育を考える時にみんなにって、例えば今ここねたくさんの方座ってくださってますけど、みんなに何かを絶対届けるぞってやるとストライクゾーンぶれてるので、結局中途半端になりやすいんですよ。何も受け取ってもらえずに終わるっていう。だからある種ターゲットを決めなきゃいけない。もちろん欲張ることは大事です。努力をして欲張ってもちゃんとそれに能力がちゃんと届いていけば届くものはあるんですけど、中途半端にしてはいけない。で、中途半端は子どもたちに見透かされるので、基本的に。だから例えば自分が授業動画を始めた時も、私基礎コンテンツなんです、基本的に。子どもたちが使っている教科書を丸々1冊授業動画にするって、だから本当に教科書の内容ばっかなんですよ。だから勉強できる子にしてみたら、こんな楽なのなんでこんなやんなきゃいけないんだろうってなるぐらいのレベルもいっぱいあります。でも俺は塾やってる時の担当生徒がちょっと勉強苦手な子が多かったんですよ。偏差値50超えてる子が1割ぐらいだ、そんなタイプな生徒が多かったので、お母さんに無理やり連れてこられた子たちが「勉強やりたくねえよ」って、なんで日本人なのに英語やんなきゃいけねえんだよみたいなことを言ってる子たちが、どうやったら勉強っていう場所で「お頑張った俺変われんじゃん」っていう経験をさせてあげられるかなって、そこが私のターゲットなんですよ、もともとの。だからそれをもしでも勉強がめっちゃできる子にもコンテンツをって欲張っちゃうと、成功することもありえると思うんですが、やっぱり中途半端になっちゃいますよね。だから皆さんもその自分がなりたい教師像とかを考えるときに、ちょっと具体的に絞った方がいいです。まずはこういう子たちをこういうことを与えていきたいんだって。でそれが叶ったら広げていけばいい。そこから最初から拡張しない、もうちょっと最初は絞ってからちょっとずつ欲張っていくっていうふうに、だんだん段階を踏んでいくと、多分皆さんの教育の考え方とその実践がその自分の理想とやっぱり近づいていきやすいのではないかなとは思っています。そしてもう一個がですね、教育は答えがないから面白いです。これは塾講師の時にね、私のチームとか部下にもう口うるさく言ってたから、当時の私のチームの人はもうこれ言われるとはっってちょっとトラウマになるかもしれませんけど、これは私の教育に携わる上でのもう欠かせない言葉というか、答えがないものって大変なんですよ。ベストアンサー、最適解があったら楽なんですよ。だってみんなそれやればいいんだもん。でも教育はそれがないですよね。これがいいんだろうなと言われてるものはたくさんありますけど、この授業の仕方、今例えばここで授業をしてめっちゃみんなに刺さるとするじゃないですか。じゃあその授業を他のクラスでやったら刺さるかって、そんなことないんですよ。滑ったりするんですよね。だから最適解がない、だから難しい、でもだから工夫ができるから面白いんですよ、教育ってって私は思ってる。でやっぱりその答えがないことをどんどんよりベターなものを探していくっていう作業ができる、その活動ができるっていうのも教育の魅力なんじゃないかなってずっと思ってます。だから動画の配信の仕方もそうですね。だから俺がやってることがベストじゃないですもん、絶対に。だからよりもっともっと子どもたちに届くにはどうすればいいかなって考えながら続けた12年なので、このなんか言葉をみんなにちょっと押し売りしましたけども、覚えててもらえると嬉しいです。ということで、ね、時間がねだいぶ怪しくてまだスライド残っちゃったんですけどちょっとだけ最後駆け足で喋っていいですか。本当はね、皆さんにこう今の子どもたちの特徴どう感じてますかなんて聞きたくって、私のこだわりはここですよなんて話そうと思ったんですけど、ちょっとだけ。答えではなくヒントをっていうのが今の私の動画の方針の大事なところです。今は SNS がありますね。簡単に答えにたどり着ける時代になりました。だって調べれば出てくるんですもん、いっぱい。だからその途中の過程の部分をすっぽかしたくなるんですよ。効率ね、効率よく知識をくれよって、私の勉強法の一番合ってるの教えてよって、そうしたいっすよね。人生楽に生きたい、できれば。でもそんな答えはなかなかないんですよ。だから私いつも勉強法とか、さっきのねやる気ない時の方はこうやるんだよって話すんですけど、3本に1回2本に1回はこれは選択肢でしかないからねって言うんですよ。一つの選択肢だよって。そしてこの選択肢をたくさん工夫してたくさん変えてアレンジしていくんだよって、自分で作っていいんだよってね。暑苦しいですね、昭和のおっさん。でもこれはすごく大事だと思ってます。自分で作っていくっていうことが、なのでそれを、私の大事なこととして1個やっている。そしてもう1個、自分がダメだからに持っていかせないっていうところです。思春期の中高生はですね、やっぱり自己肯定感が低いってね、日本の学生は特に言われやすい。それは日々すごく感じます。で、自己肯定感が低いのは何も悪くないです。自分と向き合う機会があるし、その経験が、その悩みが、特に教育に携わるみんななんて、その悩みを経ていたら、その悩んでる子どもたちに寄り添えるわけですから、自分の経験をプラスに持っていける。でも自分がダメっていう着地点って楽なんですよ。だって誰も責めなくていいんですもん。自分を責めればいいからっていうのをずっとやってたのが俺なんです。これが中学の時ね。誰かを責めるって辛いんですよ。疲れちゃうから。だから結局自分がダメだからいじめられるんだって、自分が見た目が太ってるから陰口が言われるんだって、そこで着地しちゃうんですよね。でもこの着地癖をつけると、もう自己肯定感とかいう話にまで持っていけないんですよ。だからそこじゃないよって、ここに持っていく前に考えられることがいっぱいあるよっていうのは、別にね、全員が全員じゃないですけど、私ができること、きっといじめを経験した私だからできることだと思っているので、これを子どもたちに感じてほしいっていうのを、こだわってやっておりますっていう話で、ちょっと3分ぐらいオーバーしましたけども、じゃあこの後ね、定談が本番となりますので、そちらもぜひ楽しんでていいですかねいただければと思います。まずはここまでご清聴いただきありがとうございました。林さん、その場にちょっとお座りいただいて、準備をしますので、よろしくお願いします。少々お待ちください。